はい、こんにちは、ケイソウです。はい、マネムンです。融合パズル継続おめでとうございますということでやっていきたいですね。前回は、はい、13、あ、そうか、そんなやってたっけ。そうですね、レベル13まで行ったみたいですね。あ、そんなことないや、 10までだよね。 10までクリアしたから、ね、じゃあそっかそっか、じゃあ11をやっていきましょう、はい。前回これちょっと見てやめたんですよね。どういうもんですかね。とりあえずいろいろやっていきましょう。なんかね、赤を弾きそうじゃないこれ。いやでも赤を、ね、うん、待てね、またね、赤を最後押さなきゃいけないから、うん、えい、この動きやりたいね。それは終わりじゃないか。全然いけんじゃない。あ、無理か。無理だね。赤を押さなきゃいけないんだって最後に。そっか、別に普通にいけるか。赤を下ろして、赤を下ろす、青を下ろして、青を入れて、それで青を下ろして、うん、青を入れちゃって、青を入れて、あ、ダメ、そこまでいっちゃダメ。わお。で、それを下ろして、ああ、なるほど、そっか。それ横にして、くっつけちゃって、くっつけちゃっていいよ。で、ああ、なるほどね。こいつがくっつかねえのか。こいつ横にくっつける方がある？横に6、こいつ横にくっつける方法をこうするしかない。あ、それでじゃあクリアじゃないかな。あ、待って、クリアじゃないか。あ、今横行かなきゃいけんじゃない。左左、青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 左、あ、これでいけるでしょ。あ、すごい、ここか、ここが収まってるから、そう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 、上からいいんだ。今度はいける。そう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 、あ、なるほどね。さあ今度は黄色と青だけですが、この黄色のくっつけ方だな、味噌はな。とりあえず橋を作るか、上、青の2つで。そうしますか。いや、それはもう終わりだって。その段に下ろしちゃダメだ、黄色。黄色はそっか。あ、その段に下ろしちゃダメ。青で橋作るしかないんじゃない？横2つ作って。そうね。それでそれは運べる。あー、そういうことか。押せないのか。なるほどね。押せないのか。運ぶのは簡単だけどね。あ、今簡単かなと思っちゃった。なるほどね。そこで押せないのね。これで押せる。あ、それでいけるのか。でもそうか。あ、じゃあ一個ずつ運べばいいんじゃない。なるほど。もっと戻し、あ、そうすると押せないのか。そっか、二つくっついてないと押せねえんだ。なるほどね。めちゃくちゃいってるな。でも何とか1個で通す方法がないとクリア不可能だから、うん、これを1個で右に押す方法を考えよう。黄色をこの段に持ってこない、かつ青を上の L 字型。あ、いけるわ。いける。左の黄色落として、はい、黄色の上には青を落として、はい、あ、ちょっと待ってね。いけねえじゃん。俺の頭のシミュレーションではいけたな。ちょっと待ってね。俺どうやってやったんだろう。俺どうやってやった、知らねえよ。あ、なんかいけたんだけどな。じゃあもういけないです。いけない。俺なんでだ、なんか今いけたんだけどな。鍵型必須か。鍵型じゃないとでも1個で押し出せないからね。1個ずつ押さないとこれもくっつくの不可能じゃん。横に2列くっついてた時点でこれとくっつくことは不可能だから、これを1個で押すって考えた時に鍵型以外で、うん、もしくは青黄色青のサンドイッチでも無理だよな。その青で、待った、分かった、俺がさっきできたやつ、青右、黄色落として青左だ。青左それじゃない。青左上の青、こっちも上の青、ここそれでできるしも、鍵型。ほう先青だよ、先上の青。こうかそうここでこうか。これで完成だ。あ、できた。遅れた。そうだ、さっきよかった。じゃあ俺のビジョン合ってたわ。合ってた。いや、なんかさっき一回できたんだけどさ、なんかやったらできなくなっちゃってさ、そう、なんでだろうと思って。あー、よかった。オーケー。あー、よかった。さあ次は。赤が死んでんな。赤と黄色の問題ですね。これ普通にいかんの？最後の黄色が救出できないんだ。ここがいかないんだろうね。うん。
まあとりあえずあっ切ろうとすやってみよっか。まあね、どうやってこの黄色をすくうかだよね。え、縦にすればいいんじゃない。だからそうじゃなくて、ちょ戻して戻して、ちょ一発いこうぜ。ほう、もっと戻してもっと戻して、その黄色をその鍵型の上に乗っけちゃって、鍵型に作っちゃって押して、下の黄色、そう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 、それで鍵型にしといて、で赤運べばいいんじゃない。もういや、これそんなじゃないか。で黄色で運べば、いやそれはもう終わりでしょ。黄色で運ぶ、あそう、押しっぱでいいんだよ。そう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 、で最後黄色落とせばいいんじゃない、上から。もうこれそう、あなるほどね、まあ、そう簡単にはいかないよな。一発ではいけないと。なんだよ、一発で行かせろよ。でも今の C だろ。もう完全に想定済みですよみたいな穴だもんなこれ。ぶち殺して。そうしたいんでしょって聞こえてくるわ。この顔嫌いになってるからな。待てよ。待て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 、分かった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 、それで赤やっちゃうのがいけないんだ。ほうほうほう、その乗っけたまんま戻して、そのまんま下ろすんだ。で、なるほどね、赤で押す。はははは。で、なるほど、じゃあもう近かったんだな。かなり近かったんだ。ざまみろこいつ。さあステージ14ですかね。ね、黄色とどうやんの。黄色がなんだこれ。待って、下の黄色一番右にやってみて。落ちるのかな。いやいや、でも落ちたところ。あ、いやだからそこにはめるのか。いっぱい。散々の。なるほどね。黄色を詰め込むんでここに。あり。適当にやってみる。ありったけの夢を。そこどうやって詰まるんだろうね。あ、黄色で。目に行かないってことか。え、でもね、別に上か。あ、跳ねてるから。あ、でも別にじゃない。え、だって最後青で押せばいいんじゃないの。あ、青がそこ行かねえんだ。あ、そっか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 。え、でもなんかもうちょっとじゃない。そうだね、これ入れて、あ、青をどうやって救出するかだな。なんか順番が違かっただけな気がする。一番右からつくんじゃねえか。そんなことない。なるほど。あ、そっから作っていくみたいな。え、それだったらすぐ終わりじゃねえか。違うか。あ、いや、いいんじゃない。青を結局、あ、その縦にするの。横でいいんじゃない。横にして青を結局右に救出しなきゃいけないから、別に下ろして右にすればいいんじゃない。これでいいのか。え、別に右、え、青を右にやればいいんじゃない。そう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 、もうこれで大丈夫か。多分なんかあるかな。あ、本当だ、大丈夫そう。何もないよね。大丈夫そう。え、行きますよ。慣れてんね。ええ、あ、正規の、あ、正規の瞬間。うっ、ああ、あ、はい。なんかブロックがだんだんと大きくなってきたね。それ超えられるんじゃない。真ん中、真ん中を越えられる。お、ほんとだ。おお。でも、なんだこの小さな段は。ちょっとその状態で黄色で押してみて。押せる。ああ、はいはい、順番が変えられるのね。飛び越えられるんだ。こちらに これは。うわー、その形でくっつくんだ。なるほど。でも上に乗れる、でも上に乗れないと、だからあそこに最後なんかね、縦に揃えてジャンプみたいな。よくわかんないけど。あー、どうやってくっつけるんだろうね。もちろん動けないもんね。うん、いやでもな、あ、今の状態でさ、跳ねたらピタッて、これいけよ、これよっ、にょっ、にょっ、なんだよ。だから黄色を縦に2重ねないとダメってことだね。おい。黄色も縦に2。ふざけんなよ。でも黄色縦に2にした上に緑重ねるのは無理じゃない？無理だよ。じゃあこれ使うと思うんだよね。それで右にやったら1個分稼げるんだ。だからそこに緑縦に2個作ればいいんだ。多分。じゃあ、そっかそっか。なるほどね。でも、そうだね。で、やりたいことは分かったけど。簡単に言うけど、まあとりあえず縦に緑には作っちゃっていいんじゃない。はいはいはい、まあまあまあ、まあ、とりあえずな、一応ね。でそうすると一応これで、あ、待って待って、ここその状、待って待って、今の状態でさ、いけたいけたいけた、多分、もう一回戻って、もう一個、
真っ赤、そうそうそう、その状態でさ黄色乗っけんじゃん、はははは、はで右行って登って登る、やったやったまあこの半分でくっつく技ね、これのチュートリアルみたいな感じだったのかな。なるほどね、はいはいはい、赤と黄色と緑、ね、うーん、この段差使っていくんだろうね。階段作る、階段作る、とりあえず作るか、逆逆、別にどういう逆向きの階段できないか、いや、あ、そうか、これ死んじゃうのか、そうそうそう、死んじゃうし、階段の向きが逆に作りたいけど無理か、あ、作れんじゃない、作る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 、だから、まあ、緑置いたとして、そこに黄色とあれを乗っけたい、だから逆に作りたいから順番入れ替えたいんだよね、だから左の黄色を左にやって、で黄色を下ろして、で緑全部右に戻して、でそこに黄色を置いて緑に乗っけて、緑もう一回行けば緑階段が一個できる、左に向かう緑の階段ができると、そう、同じ要領で黄色2つの階段ができた、あ、で緑行けるでしょ、あ、ほう、あ、え、ま、ま、ま、待ってね、あれ2つの階段ができたが、2つの階段ができたごときではこれは解決しなかったね、なるほどねうん、早い、まあ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 、これでダメか、ダメです赤どうやって登せるんだ、これ極限まで高さ稼いでるぞ、緑左、緑左、黄色左、黄色左、あ、いける、これで登れるんだ、じゃあこの状態で赤を乗っけることがここにできれば、いや持ってければいいんじゃない、もう、あ、いける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 、これだって運べばいいし、そのまま黄色緑右に運んでいけるよ、全部黄色緑、うん、いけるよいけるよ、あれ緑今いけなかった、お、うん、これで運んでいけばいいでしょ、上乗っけて、お、お、わーっと黄色先、お、そう、ちょっとめんどくさい、お、お、お、はい、お、お、お、はい、お、お、お、はい、お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 、はい、お、やりますね、あー、じゃあ2つ階段じゃなくて、ね、1つ、ね、1個は長いやつだと、足りなかったね、じゃあね、なるほどね、簡単そう、左の赤は絶対救出できないね、だから左に持ってかなきゃいけないのか、そうだね、でも右の緑も絶対救出できないね、緑も、ちなみにそれ階段登って行って、そこどうなる、入れる、さすがに、あ、入れるんだ、うーん、入れるんだ、でもね、この青も緑も絶対救出できないから、うん、ああ、いや、方法としてはその真ん中の緑、右の赤を左に持っていくことができないので終わりです、終わりました、何どういうこと何何いや、一方通行いやらしいな、いやらしいね、どうすればいいんだろうな、どっちを犠牲にすればいいんだろう、だ赤出れないじゃんこの状態だと、だから真ん中の青を動かすしかないよね、真ん中の青をどっちかに動かすことは確定だと思う、 右ルートか左ルートかで、うん、右最後だよね、でもね、多分ね、うん、そこにくっつけちゃったら、でも青も単独で脱出できるわけじゃないしな、右の赤を左に持っていって左で、うん、左で何か作る、まあ、ここで、でもなこれこうすることぐらいしかできないよ、ね、いや、そこちなみに一応そう、それができる、うん、こうすれば何か変わるかね、ちょっとやってみないと、おいおいおい、おそこ一応入れ替えられるんじゃない、あ、今さ、待って、今、それ、青超えられるでしょ、終わりだ、ほう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 、はぁ、なんか、偶然みたいな挙動がなんとかだったな、なるほどね、判断差超えられるのがちょっとな、はいはいはい、お、判断差ない、あるわ、あるね、相変わらず、うわくっついた、でも黄色何お前、あー、なんか台として使えるってことか、黄色はどっかで使ってくださいってことだな、え、でもさ、あ、両方動けないの、青は両方動けないね、
右に行けない、左に落ちることができるから、なんとか赤と黄色でここの高さまで作ってあげて、 その高さ1段したらいいんだね。うん、だから段差作ってことは 1,2,3.5 3.5 段の高さを作ると、ああ変な人ができたこんな人じゃクリアできないや、うん、ここのくぼみ赤で使うとか、まあ赤が入んねえかも、入らないね、ダメだね、くっついちゃうからね。右に1個赤で、左側に2段の赤を上につなぐやつを作ってもらって、左に2段の赤を作る、うん、なるほど、そうね、そうで、そのまま赤縦2を右、赤縦2を右、縦2を右に、うん、で黄色右やって、ずっと右やって、はいはいはい、はい、で赤はめればいい、あーはまんない、じゃあ黄色の上に乗っけて運べばいいや、こうか、そうそうそう、で運んでって、ああ、いや黄色引っ張ればいいはず、ではまるっしょ、それはまった、青いった、くっついた、あーあーなるほどね、いやお前がはめるっつったからちょっと考えたわ、そのはめる方法いや本当にはめるとは思わなかったな、はめたら1段得するじゃん、まあ確かにね、いやこんな形つくと思わなかったわなんだこれもうなるほ ど, どうやっていくんでここまで、おーいけるでしょ、そうだな、おーおーいけるね、おーやったーでもそいつらってちなみに、うん、だってこいつらがこの動きしてやっとだよ、登れんのこれで、最後に押すための1個残ってなきゃいけないってやばくない、いやでもそいつら動けるよ、ちなみに青は、まあまあまあくっつくことはできるんだけど戻ることができないって、うーんなるほどね、その階段逆向きで作れない、逆向きで逆向き階段は、そうだね、一応ここだったら作れるけど、ここで作りたいんだよな、一番左作ってみ、一番左でその逆向き階段を作ると、そしたら そいつ自力で登れるっしょ、その青が、青が自力で登れるなんてでかくね、ああ確かに、ああで最後の1個に押してもらえばいいから、最後の1個だけ上で待機じゃない、だからはい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 、いやそこでもうこれは終わり、その青は上に置いといてほしい、ここに、そうで最後黄色が抜かした後に青に押してもらってじゃない、これで黄色は登れるのかな、あそうか、ちょっとやってみるか、それ黄色右行ける、いけない、じゃあ黄色、そうね、黄抜かしてもらう、いけないのか、あ乗っけてもらっていけるわ、あーじゃあこれでいけるんだ、あこれでいけるわ、はははじゃ あこれさえ、ね、あとここに乗ってればか、そうそうそう、あてかこれ、あ無理だな、じゃあさっきのやつを完成させればいい、ああそう、じゃあこの馬に乗ってもらって、馬に乗ってもらって乗られてるね、あ逆だね逆だね、左かな、そうね、あっ OKOKOK、はい、行くよ、ああ行かない言うこと聞かねえなこの馬、これただの作業だったな、はい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 、あで押してもらって、ああでやったーやったいなー、ああ右あんなにある必要ある1個あればいいのになね、はあ多分下跳ねてくと上に上がると思う、あ本当 だ、ね、力持ち、そうだね、でそれ赤が上がるんじゃないかな、移動できるっしょ、もうちょっとだな、なんかが必要だな、高さを変えていくんだな、うんうん、そうだ、この赤ですらさ考えるの大変なのにさ、黄色を上に持っていくってギミックあるからねちょっといいのしかな、どう待てよ、どうしたらん、どうしたら、どうしたら下の赤が上に行ける？
めちゃくちゃだろ。うん、不可思議じゃね。不可思議。なゆた不可思議無料体制って感じ。不可思議は。どうやったらそれが上がるか。なるほどね。びっくりした。そんな技がね。はい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 。確かにルールには乗っ取ってる。乗っ取ってるわ。じゃあ、うん、それだね。そうだね。びっくりした。なるほど。ハマるのかお前そこに。そしたら、うん、ちょっとそうね。そしてちょっとね、うん、あの黄色とそのオレンジの順番を変えたいんだよね。だからちょっと一回オレンジもう一回ハマってもらって、オレンジをハマっ、うん、ハマる、オレンジもう一回ハマってもらって、で順番入れ替えたい。だから1段下ろして、あ1段下ろし、もう1段下ろすか、もう1段下ろして上から順番変わってもらって、あもう1段降りない、降りないの。じゃあ1個上の赤を下ろすか、1段上下ろして、で、あ、そうするとハマらない。なるほど、ちょっともう一度。あ、でもまあいいか。で、それで、おろし、あ、オレンジおろして、オレンジ出して、出しちゃって、で、一段登って、ガチャコンってして、で、あ、オレンジ一個だけおろして、縦に揃えればもう一段上がれるんじゃないの？あ、そうだとダメかな。そっか。だから上からおろす感じかな。だからなるほどね、下に行ってね、そうね、多分そうするとまた一つこいつは強くなれる、はいはいはい、一歩高みやな、ここで一歩高み、そうだね、そしたらまた同じことしなきゃいけないか、あれでもそうするとオレンジが、あ、で一回はまってもらって、またあの上のオレンジを右に下ろすか、あ、でもそうするとくっついちゃうな、先にやっとくパターンか、あ、それでダメか、うん、なんかやり方、うん、上のやつをどれかしとくべきだったから、ね、先に黄色から、先にから、いやダメだな、ね、あ、大丈夫大丈夫、判断上げられる、あ、そういうのとくっついちゃう、判断上げといて、で、下ろせる、で、もう一個待ちえば、もう一個待ちえば結局じゃない、ああ一段下ろして黄色で塞いで、で、そうだね、出しといて、ちょっとまあ気をつけつつ、大丈夫かな、よいしょ、待ってな、よいしょ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 、あ、違う、一段上げて、よいしょ、ああああああ、だから、じゃあ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 で、よいしょ、待ってな、よいしょ、オッケー、で、そうして、よいしょ、いやいや、そのもう一個落としちゃっていいんじゃない、はい、あ、うん、あ、いや、よ、そう、よ、では外して、よいしょ、よいしょ、よ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 、オッケー、で、ちょっと待ってね、よ、いや、まあそうなんだけど、ちじゃ、そうなんだけど、赤をやっぱ順番変えないといけないんだ、ね、ここね、下ろして、そこに赤上に、あ、上のとこにはめて、で、お、そう、全部伝わった、すごい伝わった。あ、でもそうすると今度はそれを、あ、すでに行け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 、あ、やったあ、まあまあ盛り上がってきたね、盛り上がってきましたよこのゲーム、日本語で会話したいねできればね、もうお互いテレパシーかなんかで通じてるからね今ね、うん、おあ、うん、あ、うん、あ、うん、声の高さとあれだな、エンジの会話が ね、 ね、はい、ということで、まあ、はい、今日はじゃあどこまでやったんだ、次の面見よう、そうだ、次の面見ましょうね、はい、で、なんか左下のなんかボタン押せば、ちょっと終わろうと思ったのに、こんにちは、チュートリアルが終わりましたみたいな、なるほど、え、まさかクリア、あれエンディング、あ、大変だったと思います、はい、実はもう少しだけ続きありますが、はい、あ、ぜひ休憩を取って、いやいや、こんなのだっていいタイミングじゃん、でもでぶっ続けでやってる人いないから無理だからこんなの、はい、なるほどね、それでは、え、おお、これレベル20なんだ、レベル20だったんだ、はい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 、何これは、だからエグジットボタンじゃん、はい、なるほど、レベル20クリア、もう少しだけあるってことは、まあ25ぐらいまではあんのかな、
もう少しだけって言って40話だったら切れる。いやそれはもうドラゴンボールよ。亀仙人がもう少しだけ続くんじゃんつってもう GT 以降続いたみたいな。21だけ見てみる。そうですね、見るだけ、ステージだけ、それだけ、うん、いやー今までこれ言われちゃったら俺ら今まで何だったんだよ。わからないレベルは飛ばすといいです。そんなレベル、はい、休憩もよくとってください。すごい、めちゃ体気遣ってくれんな。は？グリッドを表示できます。ああ、なるほど。しましま、しましまが見えるってことか。え、どういうこと？こうしましまになるんじゃない、ほら。ああ、そういうことね。だから数え、さっきの 3.5 とか数えやすくなるってことだと思う。はい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 。もうそれは表示させておこう、常に。うん、これ。一瞬考える。やめとくか、やめようか。まあ、簡単にやってみましょうか。じゃあ、なんかね。黄色移動させたいか。黄色移動させて。え、でも簡単そう。まあまあ赤がどうせ無理なんだろうな。お、いやでもこれ登れない。あ、そっか、もう落としたら終わりだ。ああ、はい、まあ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 、終わり終わり、はい、終わりです。ということでまだちょっとだけ続くらしい融合パズル、まあ続きが気になったらまたね先行評価いただけたら続きやっていきますんで、ないよ。じゃあ今日は終わりだと思います、はい、ご視聴ありがとうございました。